中へ入りマリをベッドに横たえる。どうした？僕はもう一人の本物のマリがいるのではないかと見回したが、いるはずもない。トール君。はい。君は彼女の恋人なんだろう。突然三木本さんはそんな質問をぶつけてきた。ええ、そうです。結構大事な選択肢よ。ええ、まあ。はい、いきます。はい、ええ、まあ。否定するのも妙な気がして、そんな風に答えた。そう言っておこう。なら、あとは君に任せよ。任せてくれたお前。任せるって一体どうすればいいんです？もしさっきみたいな彼女になっちゃったら。とりあえず悪霊は去ったと思うんだが、心配ならこれを渡しておこう。何？塩ですか？何これ？彼が渡してくれたのはペンダントのようなものだった。本当に大丈夫かっていう感じ。もともとは単に十字架に鎖がついたものだったようだが、そこにどこかの神社のお守り、どこかの魔除けらしい木彫りのモアイみたいな顔、動物の牙、青い石なんかがじゃらじゃらとぶら下がっている。オカルト好きなんだろうな、本当に。これは？半ば呆れながら尋ねると、彼は真面目腐った顔で答える。マジなんだろうな。こういうこともあろうかと思ってね、用意しといたんな。そう、悪霊って言ったって何が効くか分かんないだろ。分かんないけど、これだけあればどれかが守ってくれるだろう。まあ分からんでもないよ。結構いい加減なやつなのかもしれないと思い始めた。どれか当たるやろってこと。しかもよく見るとお守りには安産祈願と書いてある。まあいいんじゃない、逆に。まあ、こんな人を頼りにしていいものなのだろうかとも思ったが、今は他にどうしようもない。そうなんです。仕方ないね。少なくともこの人には行動力と冷静な判断力があると思い直し、鎖を首にかけた。すごい首元派手になったよね。三木本さんが出ていくと、僕は恐る恐るベッドに近づき、マリを見下ろした。マリ、顔についた血しぶきが固まり始めているのを見て、拭いてやろうと思った。拭いてあげてよ、顔ぐらいさ。バスルームに入ると、そこでもまた血の匂いに包まれた。どうして？バスタブやカーテンに血の跡が点々とついている。一体誰の？ほんま、誰の？すぐに気がついて、愕然とした。これは田中さんの血だ。マリ？マリは、母親に操られたマリは田中さんを裸で殺した後、その返り血をシャワーで洗い流してたのだ。そういうことか、パチン。その後マリは何食わぬ顔をして僕と言葉を交わしている。気配を感じて振り向くと、背後にマリが立っていた。あわわわわわわ。な、ギャン。叫ぶ暇もなく髪の毛が首に巻きついた。喉を切られるか、首を絞められるのか、そう思った途端、人間のものとは思えない悲鳴が上がり、巻きついた髪の毛が導火線のように燃え上がった。え、まさかこのお守りが効いたのか。そんなバカな。聞くわけがない。鬼女のように顔を歪めたマリが、髪から燃え立つ火の粉を両手で払いながら 2,3 パート去った。どれかが安産祈願。マリ、正気に帰ってくれ。マリ、俺だ。そう叫んだ時、ドアから三木本さんと小林さんが飛び込んできた。ありがとう。助かった。大丈夫か？みんな。怒りと呪いに満ちた空気が肌にピリピリと伝わってくる。これマリまだ全裸？全裸かも。突然マリの足元からつむじ風が巻き起こり、勢いを増して彼女の周囲を回り始める。やった。僕たちは全員壁に叩きつけられ、身動きができなくなった。悪霊だしな、怨念こもりまくりよ。強っ。そのミニ台風の中心に立つマリは徐々に浮き上がり、天井に頭をつけんばかりにして両手を広げた。ごめん、お化けなんてバカにして。許さない。木本の言う通りじゃん。窓ガラスが音を立つ弾け飛んだが、外の吹雪も部屋の中の嵐の前に侵入できない。人殺し。蛍光灯のカバーが砕け、プラスチックの破片が風の勢いを得て降り注ぐ。今はお前が人殺しだからね。そうね。俺たち何もしてないから。小林さんがうめいて足を押さえる。もう誰が言っても変わらない悲鳴。わかる。太ももにガラスの破片が何枚も突き刺さっていた。痛い。黒ずんだ血がみるみるズボンに広がる。大丈夫かな。なぜ殺した？
知らんかな。あれは手違いだったんだ。手違いだ。私はただ親父に頼まれて手切れ金を持って行っただけなんだ。騒ぎ立てさえしなきゃあんなことになるはずじゃなかったんだ。私のせいじゃない。次郎がやったの。小林さんは口から泡を飛ばしながらそんなことをわめき出した。手切れ金、私のせいじゃない。だってあんたが殺したのか。恐ろしい強風の中、驚くほど落ち着いた声で三木本さんが言った。私のせいじゃない。私のせいじゃないの。小林さんは両手で抱えた頭で頭を土下座でもするみたいに床にこすりつけている。何があったか知らないけどさ。私のせいじゃない。私のせいじゃないんだ。ないのか。震えながら何度も同じ言葉を繰り返している。僕は鬼女のようなマリよりも、常識を超えた比較的な現象よりも、小林さんがマリの母親を殺した犯人であったことに何よりも驚いていた。小林、ふと気がつくと、さっきまでのミニ台風がいつの間にかパッタリと収まっていた。外の吹雪も静かになっていて、部屋の中は恐ろしいほどの沈黙に満たされている。許したか。僕は息をすることも忘れ、小林さんを見つめていた。まあ許さないでしょう。あ、小林だけをちょっとやってもらって。その静寂を破ってまたあの声が響いた。俺たち何もしてないんだ。俺たち何もしてないんだ。小林さんはハッとした様子で恐怖に醜く歪んだ顔を上げ、空中に浮かぶマリを見た。絶対に許さない。ダメだよ、手当たり次第は。手当たり次第じゃないよ、犯人に向かってるんだから。え、違う、ほらもう他の関係ない人も殺してるから。ああ、そういうことね。その時マリの全身が青白く燃え上がったように見えた。青白い炎を帯びたマリの髪の毛がへたり込んだ小林さんの首に向かってシュルシュルと伸びていく。小林さんは見入られたようにその髪を見つめたまま身白ぎもできないでいる。トール君、お守りだ。お守りを彼女に向かって投げてくれ。三木本さんが叫ぶ。聞くかな。どれか当たり当たり、なんとかなり。僕は慌てて鎖を首から外そうとしたが引っかかってうまくいかない。ジャラジャラするからじゃジャラジャラする。エイと力を入れて引っ張った途端、鎖はちぎれてお守りの数々は床の上に散らばってしまった。全部投げつけて、全部全部、何でもいいから早く。安全祈願。髪の毛は小林さんの首に巻きつき、少しずつマリの方へ引き寄せようとしている。小林さんは雲に顔を歪めながら立ち上がり、やがて爪先立ちになった。やんでもいいから、助けて、助けて。僕は床の上に散らばったお守りの数々をあたふたと見回した。あたふた十字架、モアイ像、獣の牙、暗算の守り、青い玉、暗算のお守り。一体どれに効果があったものかわからない。全部投げた。十字架と暗算のお守りが一番手近に落ちていた。投げよう全部。さあ、十字架。いや、これはもう暗算祈願にかける。あ、じゃあ暗算祈願。暗算、暗算祈願アタック、悪霊退散。僕は暗算のお守りを拾い上げ、マリに投げつけた。しかし、軽すぎるお守りは途中途で、勢いを失い、虚しく床に落ちた。重たい十字架か。次に十字架を投げつける。ダメか。しかし、十字架は彼女を包む青白い炎に当たっただけで燃え上がり、黒いカスとなって下に落ちた。僕は絶望に駆られながら、落ちてるお守りを手当たり次第に拾っては投げつけた。パンパンパン。獣の牙、木彫りの像、青い玉。何の効き目もなかった。三木本。空中に吊り上げられた小林さんは足をバタバタさせている。やばいやばい。やめるんだ。三木本さんが叫ぶ。だが小林さんは一瞬ビクビクっとしたかと思うと、糸の切れた操り人形のようにだらんと垂れ下がった。意識が失われ。やめるんだ、もうやめるんだ、姉さん。姉ちゃん。あまりにも意外な言葉に、僕はポカンとして三木本さんを見つめた。三木本さんは立ち上がり、空中に浮かぶマリに向かって叫び続けた。僕だよ、陽介だ。姉さん、みゆき姉さんなんだろ。陽介。僕は三木本さんとマリから目を離さず、まだ投げるものはないかという顔を手で探っていた。三木本さんが弟？そんなバナナ。何かが指に触れたので拾い上げてみると、それは暗算祈願のお守りだった。
くそ、これじゃ役に立たないじゃないか。わかんないでしょう、まだ。何でもやれ。僕は毒づいてそれを床に叩きつけると、他のお守りがないか探した。三木本さんが喋り続けている。僕はたまたま叔父の家にいて難を逃れてたんだ。あの頃はまだ小さかったから何が起きたのかは誰も教えてくれなかった。そうだな。詳しいことを知ったのは高校を卒業してからだったんだ。犯人が誰か村のみんなが知っていて知らないふりをしたってこともね。警察も同じだ。僕は決意した。この手で仇を討つと。陽介、だいぶ嫌なやつだったよ。どさりと小林さんの体が下に落とされた。小林、ピクリともしないところを見るともう死んでいるのかもしれない。三木本さんが駆け寄り脈を確かめた。仇を打って私たちの仇を。三木本さんは首を横に振った。殺すつもりはないよ。真実を明らかにしたかっただけだ。法律上は時効も成立してるしね。そんなことは許さない。パー。部屋が、いや建物全体が怒りの声を上げたかのようだった。わ、床がきしみ、壁がたわみ、天井が揺れた。わ、みんな殺してやる。もうやめるんだ姉さん。三木本さんと小林さんたちの真上の天井にひび割れが走り、木片が降り注いだ。やばやば。トール君、お守りを早く。どれどれどれ。そんなこと言ったってどれも聞きませんよ。再び強くなる強風にかき消されないように声を限りに叫び返した。バカ野郎、そこにあるやつだ。それはマリが生まれる時にみゆき姉さんが持ってたお守りなんだ。マリが生まれる時のお守り、そうだったのか。もう一回だ。幸せだった頃に彼女が安産を祈願したお守り。投げるんだ。これこそが復讐に凝り固まった邪悪な霊を吹き飛ばす力を秘めていたのだ。落ちているお守りに手を伸ばしたとき、木の床がまるで生き物のように波打ち、お守りは部屋の反対側へ飛ばされた。なんてこった。僕は立ち上がり、お守りめがけて走り出した。マリの髪の毛が僕の首に絡みつき、宙吊りにされそうになる。やめて。慌てて指をこじ入れたが、喉が潰れてうめき声すら出せない。やめるんだ姉さん。マリの幸せを願うならもうやめるんだ。一瞬締め付ける力が緩んだ。指でこじ開けながら首を抜くと、床に転がるようにしてお守りに飛びついた。拾うのとほとんど同時にマリの体から青白い炎が僕に向けて放射される。目を閉じながらお守りを顔の前にかざした。激しい熱や衝撃を予期して待つが、何も感じない。おー、恐る恐る目を開くと、安山のお守りが青白い炎を受け止めている。というよりも、炎の方がお守りの寸前で急速にしぼみ、気を失せているのだった。僕は勇気を振り起こして立ち上がると、お守りを高く上げて前に近寄った。まるでお守りが生気を吸い取るかのように、青白い炎は薄れていき、マリの体が少しずつ下がってくる。私の娘マリだよ。姉さんだけの娘じゃない。兄さんの一郎さんと姉さんの娘なんだ。三木本さんが涙を流しながら悲痛な叫びをぶつけた。マリの体が空中でビクンと跳ねた。やったか一郎さん。僕はよろめきながらさらに彼女に近づいた。マリ、マリ。目の高さに彼女の血まむれの胸がある。顔は天井を見上げ、白目を向いたままだ。怖い。悪霊は、いや、みゆきさんの霊は今や明らかにその悪意を失ってるようだった。しかし僕は何をすべきなのか分からず、お守りを握ったままおろおろと立ちすくんでいた。マリ。一番大切なその名を呼んだ。名前を呼んだことで僕の頭の中で理性の高が外れたようだった。僕はただ何も考えず、空中に浮かぶ彼女の体を思い切り抱きしめていた。やったか。
体が触れ合った瞬間、目もくらむ光とともに爆発のような衝撃を受け、突き飛ばされそうになった。両腕をしっかりと彼女の背中へ回し、必死でしがみつく。手の中のお守りが持っていられないほど熱くなったが、歯を食いしばって耐えた。いやいやいや、マリのものとも母親のものともつかない声が響き渡った。マリオ、マリオ返してくれ。僕は声を限りに叫んだ。次の瞬間、宙に浮いていたマリの全体重がのしかかり、僕はよろけながら後ろに倒れた。あったあった。マリの体はぐったりとしていて、死んだように動かず恐ろしく重い。生きてるかな。マリをうっすらと包んでいた最後の青白い炎が彼女から離れ、ぼんやりと宙を漂う。その炎は一瞬人の形を取ったかのようだったが、瞬きをして目を凝らした時にはもう何も見えなかった。姉さん、御木本さんを見ると僕と同じあたりを見つめながら涙を流していた。もう行ってしまったんでしょうか。僕が尋ねると彼はきっぱりと頷いた。言ったよ、僕にはわかる。もう戻っては来ない。建物の振動も不思議な風も全てが幻だったかのように静まり返っている。窓の外さえ雪の積もる音が聞こえそうなほど静かだ。小林さんはその大丈夫だ。意識を失ってるだけだ。よかったね。よう生きてた。本当ね。御木本さんはマリの体を抱き上げるとベッドに運んで毛布をかけた。もう毛布かけてくるの御木本だけ。僕はフラフラしながら立ち上がり、彼女の顔を見つめる。一体どうしてこんなことに。あなたはそもそもなぜ。僕はずっと小林一族の誰かが犯人である証拠を探し続けていた。ある時、冬になるとこのペンションには幽霊が出るという噂を聞きつけた。半信半疑ではあったが、それが単なる噂に過ぎなかったとしても、うまくつつけば恐怖と罪の意識から自白を引き出すことはできるんじゃないかと思ってたんだ。しかしマリちゃんのいるところであの話をしたのはやはりまずかったようだ。まずかったよ。おそらくショックを受けたマリちゃんと姉さんの残留思念がシンクロしてしまったんだ。もしかしたらマリちゃん自身もおじさんや祖父を激しく憎悪したのかもしれない。いずれにしろ、それまでは単なる人が騒がせな幽霊に過ぎなかったものが恐ろしい悪魔と化してしまった。と死者出とるで。死者マリは覚えてるんでしょうか。説明する。さっきまでのことだとしたらやりきれない。二人の人間を殺し、実の王子まで殺しかけた。母に乗っ取られた肉体の中からそれらを全て見ていたとしたら。御木本さんはかぶりを振った。わからない。もし見ていたんだとしたら、想像もできないショックを受けていることだろう。とても立ち直ることは無理かもしれない。彼女一人では。彼は僕の方を向いた。助けてやれるのは君しかいない。彼女を頼む。僕はうなずいたが、自信はまるでなかった。しかし、ほんの少しの間にげっそりとやつれた顔をしているマリを見下ろしながら思った。僕は僕にできることをするしかない。マリの手を握ろうとして、まだあのお守りを強く握りしめていたことに気づいた。あまりに強く握っていたので、硬直した指をこじ開けなければならないほどだった。そのお守りを彼女の手に押し込み、両手で包み込んで目を閉じた。マリが気がついたらこう言ってやろう。なんだって。お母さんは今でも君を愛してた、と。声ガラガラじゃん。俺がガラガラであるべきなんだよ。綺麗な声出なかった。これはあの最後のシナリオの流れ、私すごい好きですね。でも人死んじゃったけど、
そうなんだよね。どう、まあね、警察に説明するんですか、うん、悪霊が我がやったってことになりますよね。まず大前提としてなんですけど、事故なんですけど、ここにいる人が人殺したんですね、うん、で、浮かばれなかったのがお化けになっちゃって、お化けがわーってやったんで、なんか別に悪くないんですよね。でも全然関係ない人死んでますよね。あー、なんでこの人たちはなんかあれです、なんでしょう、フグが当たったみたいなことです。書で聞きましょう。あー、わかりました。長い髪の女、聞いてください。長い髪の女のマリってやつなんですけど、あれ多分中で見えてたんで、聞きゃ吐くと思うんでよろしくお願いします。トール、うん、女も、いや吐くんで、ミキモトに頼まれたのに、うん、今後のケアは頼まれたんで頑張るんですけど、事情聴取に関してはあんまうまくできないというか、うん、そうですか。はい、お願いします。お願いします、ね、厳密なところはね、もうそれはもう書で聞いてもらうしかないのでね。はい、ね、精神がおかしくなってしまって、ね、いやいや、僕は真面目なことしか言ってないんですよ。あー、なるほど。はい、この見てお守り、このこのお守り散乱してんのかな。バラ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 、雑オブ雑だね。生き物がかき集めてるはず。さあ、というわけでございましてですね、ここまでで、ミステリー編、雪の迷路編、はい、スパイ編、はい、悪霊編、はい、を見てきたので、はい、あとマリの探偵事務所編か、あとカマイたちのね、カマイたちの夜、カマイなので、ね、今実はなんですけど、今そうっすよね、今の時点で各シナリオの最後までは一回見れた状態にもなっちゃってます、はい、実は。おめでとうございます。ありがとうございます。で、残ってるのは王の喜劇編、暗号編、チュンソフトの陰謀編、迷宮編、はい、で俺らとしては迷宮編は別にいいかなって感じ、見なくても、はい、うん、なんだけど暗号編とチュンソフトの陰謀編は見た方がいいし、だったらついでに王の喜劇編見るって感じ。なるほど。なので次回からは見てないエンディング埋め、見てないエンディング埋めっていう感じになるんじゃないかなと思います。わかりました。はい、ね、なんか随分なんだかんだでここまで来ましたねって感じですね。そうですね、結構やってんな。ね、結構なんだかんだで進めてきたよね感あるよね。そうだね、ようここまで来たなっていうね。いやいや、というところでございますけど、一回、今回収録してる時間はもうなんだかんだで2時間超えてますから。わお、あ、結構やりました ね、 ね、ここらと一回、ここで一回テープチョンジと決め込みますか。テープチョンジ、はい、お疲れさんでした、バイ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 、もう喋んないからバイバイ。多分ね、三田太郎さん今の嫌われるよ。バイバイ。はいはい、終わり終わり、バイ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 。Thank you.